マンツーマンで両方師と1対1でするのがこう全てじゃないかもしれないというふうなことをこう示した論文になるんですよね。ホーム試合療法と言われるものです。まあ、これと標準治療というのをこうランダム化比較試験したものなんですね。でこれが米国 PT ライセンスに関してまとめた図なんですけども、あの FCCPT という機関をですね介して、あの CWT65 でニューヨークの別の免許という、ここは免許の審査に関わるところで、こう松永さん、が使ってるクッション、車椅子についてるクッションです。これは皆さんね、やっぱり素材がそれぞれちょっと違います。刃先のギザギザの尖った部分っていうのが素材の繊維にできるだけ集中的に当たって繊維が切断されるっていう感覚を捉えるっていうようなことがコア情報になると。緊張を取ったところで足を持ってこう押します。そうすると曲がりますね。でこれを保持して、ここに手を全体に大きく当てます。この腸腰筋というものが働くと脊柱にくっついている部分があるわけですから、収縮を作ることによって、ここがねこうやって緩んでいる部分が前の方向にせり出て腰椎の前腕を作ることが可能になる。で肺音は大きく呼吸音と複雑音に分かれるわけですね。で呼吸音からいきます。呼吸音っていうのは健康な皆さん方で聞こえる音、健康な皆さん方で聞こえる音で、聞く場所によって気管呼吸音、気管支呼吸音、肺胞呼吸音に分かれます。このように前後から挟んで持ちます。で、大腿転筋近い方から順番にずらしといて、少しずらせして広げる。うまく情報が送られない、音の認知機能が低下していてもまた聞こえにくさが生じてくる。このように一言で難聴と言っても聞こえにくくなる原因は様々あります。片巻患者さんの歩行トレーニングをする際にも、こういかにこう、直立二足の姿勢を作ってもらって、でこの姿勢を保って歩いてもらうかというふうなところに、私たちが私立ちらしく歩く WCPT、 今の WPT の、 あの定義で言えば機能障害活動制限参加に影響する原因の特定が鑑別診断とされていて、あの医師の場合であれば鑑別診断といえば何々病っていうのを鑑別するっていうことになってきます。まあ、工事の機能障害の評価といいましても、これはあの一般的な評価とそう変わるものではなくって、情報収集、面接、検査、観察と、まあ、こういったものがあるかと思います。やはりこの誤嚥を防止するための機構っていうのは非常に、まあ、強固になっているんですね。三重構造で誤嚥を防止しているというふうに言われています。